相手ぐらいしてやれよ、たまには。ババノードとワノード津軽弾きづらいっきゃ。お前の音弾けばいいだろう。それが表現だろう。何のために表現すんの？対話。お前言葉使うの苦手だから、音で対話する。けっぱれ。発音つがる。使い方も変。帰ったか？コーヒー飲むか？アップルパイもらってきた。何か話すことないか？メイドやめてくね。アホ！お前がやめなくたって店潰れるに決まってるだろう。犯罪者がいる店で娘働かせる親だなんてどこにいる。